しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日はメインアカウントでガンフォーコラボガチャ、こちら引いていきたいと思います。前回ですね、無料100連の時かな、あれのおまけで動画の最後でちょっと確定分だったり無料分だったりを引いたと思うんですけど、それでつくよみをゲットしただけです。まだそんなに全然引いてません。はい。で、まあ、今回狙っていくのは新キャラのラファエルだったりレギンレイブ。レギンレイブは3体欲しいね。進化前2体の進化後1体、もしくは4体欲しくて2体2体で欲しいんですよね。進化後がね、結構周回でも使える感じのね、性能してるし、進化前はね全然ループで使ってもいいと思ってるので、はい、4体欲しいですと、できたらね。で、何より欲しいのがこの星6、ウルド、ベルダンディ、スクルド、この辺ですね。この辺は本当に交換でも手に入らないのでガチャから引っ張り出すしかない。で、ウルド1体持ってるので、あとベルダンディとスクルドが当たれば嬉しいなと。スクルドに関しては複数体欲しい。そんな感じでやっていきたいと思います。ウルドは1体引けてるからあと1とかでいいかな。はい、行きましょう。今ゴールデンウィークスーパーゴッドフェスも来てるんで、ちょっとそっちもね揺らいでますけど、一旦まだ全然引いてないのでガンフォーコラボガチャで、まあ目当てのものが出てくれれば最後の方でねゴールデンウィークスーパーゴッドフェスに行ってもいいんですけど金連発してる時点でもう出るピュネしか出るピュネ。はい、こんな感じでやっております。本日もえらい来た。メルクリウスはもう散々引いたな。売却に売却を重ねて3体所持、頼む。まあそれでいうと結構このガンフォーコラボキャラのラインナップが増えすぎていて、おお、ウルドか、ウルドだ、2体目ですね。はい、まだ転生作ってないんですけど全然ありっす、2体。そう、ラインナップがねめちゃくちゃ増えすぎていて、パート2みたいな、なんていうの、コラボ復刻するたびにラインナップ変わりますよみたいなツイートされてましたね。まあね、現時点でも多いからね、その分かれてても多いから。ああ、リーリアだ。ああ、リーリア実は初ゲットなんですよ。持ってなかったんですよ。まあそんな必須ってほどでもないかなって思って、前回から追加かなされてるモンスターなんですけど、はい、初ゲットです。ありがとうございます。武器どんなんだっけ。あ、属性強化と雲なんだ。ほう、まあダークカラー使ってる人多いかな、固定1ダメージね。はい、ありがとうございます。そうじゃない、そうじゃないんだ、レギンレイブなんだ。お願いします。いいよ、ダイヤリー強くなってきたよ。おー、カリンね。カリンも散々引いたな。これで4体目か。確か前玉とかにもしてるのでめっちゃ出てるな、カリン。進化前がね軽減だったのが半減だったんですよね。なかなか面白そうだとは思うんですけど、あえて使うほどでもないのかもしれない。おー、来た、スクー、あ、ベルダンディね。そう、これ引っ掛けというか、通常神でもウルド、スクルド、ベルダンディっているじゃないですか。あれはスクルドが水なんですけど、このガンフォーコラボのキャラに関してはスクルドが木っていうね、で、ベルダンディが水っていうね、そこだけ違うんですよ。ウルドはウルドなんですけどね、火なんですけどね。はい、ありがとうございます、ベルダンディ。さあ、あとはスクルド、レギンレイブ、ラファエル、その辺ですね。いけ、来い、頼む。おー、ラルグ、ラルグは2体目か。ラルグもたまにしてんだよな。ありがとうございます。まあこれでね、ラルグは2体いらないかなと思ってるので、レギンレイブのたまにでもしますか。グランストラスター、これね、お邪魔ドロップのカゴをあえて覚醒させずに、あえてというか覚醒させずにね、覚醒させずにね使ってる方が多いかなと思います。もう今日滑舌がやばいな。アタランテ、アタランテはさ、それこそこの間の無料100連の後に、おお、作る人、
やったー、ダークカラー作ろう。ありがとうございます。これね、3ターンのこのスキルね、クリオ・エバーラスティみたいな使い方ができるので、うん、周回水場で周回で使うときは来るだろうね。うん、ありがとうございます。これはたまにはできん。そう、無料100連の後にガンホーコラボガチャが届いてて、それでアタランテが出て、おーの全然話させてくんないじゃん。ありがとうございます。いやでもそうじゃないんだよな。とりあえずスクルド出して、うん、そう、そんでね、無料100連の後に届いてたガンホーコラボガチャを引いたらアタランテが出て、無料100連で爆死した後にアタランテが出て、運営から煽られてるようだったみたいなね、そういう報告を受けてですね、面白かったっていう、そういう話がしたかっただけなんです。それなのにダイヤが、かぐやね、かぐやはいいですよ皆さん。これね、武器作っておきましょうね。バインド耐性と指、まあ指は関係ないにしろ、スキルが2秒延長、回復2倍、光炎波ということで、まあアテンとかにつける方もいますし、まあ劣化とかのね、ギミック対策にね、非常にちょうどいいキャラになってます。スクルド来い。ああ、ウルド、ウルドか。スクルド来たらなんかもう、あーでもレギンレイブ一体も出てないかな。レギンレイブ、レギンレイブもしくはスクルド、オーリーチェ、ついにね、この武器ね、もう作ってありますけど、実装されまして、結構見直されたんじゃないですか。これまではね、進化もなく、ちょっと今更これを使うかっていう感じの性能だったんですけど、武器が実装された、あとあれか、スキルが情報修正されたことによって2ターンの間ね、ダメージ吸収と属性吸収無効化できるようになったんで、はい、普通に強い子になりましたね。そうじゃない、レギンレイブ、スクルド、お願いします。金、いやー、これゴールデンウィークスーパーゴッドレースは引けなそうだな。全部いこう、頼め。うん、金は大丈夫なんだ。テンフーファ、金は大丈夫なんだな。はい、いいよ、スクルド。あー、カーリン動くは動くな、結構動いてんな。まあ弾だよ、すまんけど弾だよ。ラファエルはね、どうなんだろうな、結構まあ、相撲進化前も面白い性能はしてますけど、進化後の76のリーダースキルの方がどっちかといったら使うかな。うん、 HP 倍率も回復倍率も持ってるっていうね、なかなか。オーメガは1体しか持ってなかったかな。はい、ありがとうございます。武器でも作ろうか。進化前持っててもワンチャンいいけど、武器もなかなか魅力的ではある、そんなキャラ。違う、本当に欲しいのは違う。はい、ほい、違うんだよアルテミス。あと18。はいはい、ダイヤ作るぞ。違うんだよオラージュ、君じゃないんだよ。でも結構動くね、出てるわ出てるわ出てる、でも違う。いいよ、動くね。オラージュ2連だよ、オラージュオラージュだよ。ツインカノンフルバーストがツインツインカノンフルバーストだよ。なんでもないです。あと16回。いや、これ全部いっちゃうかな。裏三振の周回にも石を残したい気持ちはあるし、でもスクルドも出ないんだよね。頼むよスクルド、そんなやつじゃなかったじゃないか、スクルドなあ、スクルド。はい、ダイヤスクルドなあ、スクルド。違うんだよこのうねうねしてる、何これは、ウミウシか何かかな。でも背中にイソギンチャク生えてるから、なんだろう。頼むよー、
タイヤだよ、いいよ。おー、ラファエルですね。この子はラファエル、新キャラありがとうございます。これがさっき言ってたキャラなんですけど、80倍以上で半減っていうね、なかなかカチカチになるんじゃないでしょうか。で、自分自身のスキルも激減だし、リラフレだったら半減半減でしょ、すごいね。で、進化後がこんな感じ、76で HP 割れちゃって回復倍率もある。でも自分自身はそんなに火力出せないかな。うん、でもいいサポート性能してますね。スキルもエンハトジンだし。はい、違うんです、レギンレイブ、あとスクルドお願いします。やばい、カメラのバッテリーがピカピカしてる。引き切るぞ、引き切るぞ。そして、ヨーグルトメーカーの完成したよっていうピッピーが鳴りました。頼む。あー違う、それはウルド、それはウルド。ちょっと早足で引いていきましょう。カメラのバッテリーが切れそう。くそー、出ないぞー。頼む、スクルド、スクルドだけでも。レギンレイブはもうワンチャン交換でいいんで、スクルドは交換できないから。違う、ウルド、それはウルド、ウルドへの偏り。スピードアップ、スピードアップ、いいよ。スクルド、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 それはアルテミス。やばい、ダイヤは出てるんだけどな。頼むって。いいよ。スクルド、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 スクルド。よし、出た。ありがとうございました。これでなんとか無事。星6はコンプ。あとレギンレイプ。こい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 。怖いなぁ。レギンレイブ、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 レギンレイブ。バッテリーが切れるのが先か、石がなくなるのが先か。うん、まだある、レギンレイブチャンス、まだある、まだある。あ、それはウルド、ウルドめっちゃ出るな。5体6体6体いるわ、ウルド。6体もいらないから、ウルド言ってますけども、本日も絶好調です。さあ、あと2回、レギンレイブスで1回出したいな。弾さすがに足んない。うわー、金か、金か。本当にありがとうございました。ラスト1回。あー、魔法石3個になっちゃったよ。 OK、 これだ。うわー、ラファエルか、ありがとうございました。まあでもいっぱいダイヤ出たし、いっぱい動いてると思います。レギンレイブはいい感じに弾を使って交換して入手しておきたいと思います。そういった新キャラの使ってみた動画ですね、これからゴールデンウィーク中とか上がっていくと思いますので、ぜひお楽しみに。チャンネル登録をしてお待ちください。本日は以上です。さよなら。